はい、どうも、ヒラレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、これ届いておりますので、コミュニティの方にも出したんですけども、はい、レモンウォッシュという名前ついてたんですけども、はい、まあ、正しくは。コミュニティがあるんです、ね。はい、こちらの届きました。忘れますね。忘れます。はい。はい、こちらの、ちょっと今日は開封の儀の方、やっていきたいなと思います。はい、あとですね、実はユニクロの方で、はい、僕は T シャツちょっと前買ってたんですよ。UT で、写真家のね、ライアン・マッキーとのコラボ。発売されたんですけど、はいはい、これでさっきフィアレスの方がオンラインで買ってまして、はい、で僕ねこれディス店舗の方で買おうかなと思ってたら近所のお店に、ね、売ってなくて、そうなんですよ、なんか限られた店舗でしか販売してないんですよ、オンラインでしか買えなかったんで、でももうオンラインで、まあ僕はもともとサイズでかいの買いたかったんで、はい、オンラインでしか買えなかったんですけど、後ほど来てみようかなっていう、あ、そうですね、はい、僕はこちらこいつをね着ると履くときに一応ちょっと着ようかな、あ、着眼の時にね、はい、はい、思ってますけど、ね、はい。はい、このチャンネルではスニーカー発祥に関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録動画を済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけども、はい、今回のこの、はい、レモンウォッシュなんですけども、はい、僕はスニーカーズのスタッフの方でね、はい、当選することができて、もうすぐに2日後ぐらい。寝てたら買えてた。あ、そうです。2日後ぐらい届いたんですけど、はい、どうもなんかスニーカーズの発送が遅れてるみたいな話。っていうコメントいただいてましたね。そうですね。なんかまあちょっと不安な感じがありますけども、はい、まあちょっと私もちょっと無事に届きましたので、ということで、はい。はい。では早速開けてみましょう、はい、ただ、これね、グリーンバックだと透けちゃうでしょ、おそらく。はい。はい、これということで、はい、今日はちょっとグリーンバックオフで、はい、行きましょうか。はい。はい、では早速なんですけども、はい、こんな感じになりますね、はい、もうね、開けた瞬間にこう存在感がある一足なんですけども、はい、29センチなんで、でかいですね、やっぱでかいですね、はい、生地がめっちゃ使われてる感じがしますねそうですね、はい、ちょっとね、まあ、近づけて見ていただきましょうか、はい、はい、こちらです、はい、開封しましたというとこなんですけども、これね、まあちょっと全体ちょっと見ていただきましょうか。細かいところについてはまたマクロカメラを使って見ていただこうかなと思うんですけど。はい、もうこのね、生地の使われ方がね。いいですね。いいですよね。で、はい、まああとちょっと気がついたポイントというか、これ意外と良かったなというところをいくつか紹介したいんですけども、まあ、生地はね、3パターンほどこちらと、こちらと、こちらですね。違っているっていうのと、あとまあここの、ここの甲の部分もね、まあそれぞれ生地が、違うんですけども、まあ、一応キャンバスなんですけど、まあ、キャンバス生地なんですけども、まずまあポイントとしてはここ正面から見ていただいたら分かるかと思うんですけども、途中で変わってるんですよね、はい、終端部分の部分にかける色合いの方が変わってまして、はいはい、ここですね、ここの部分で変わってますよという感じですね。朱色から緑っぽく変わってるっていうことですかね。そうですね、はい、はい、でやっぱりね、このシューレースの色がもう秀逸というか、絶妙にいいです、ね、絶妙にいいんですよ、このなんて言ったらですね、全然このちょっと色あせた感じの黄色がね、はいはい、でまあここのね、装飾部分とも色合わせててすごくいい、はい、いいですね。でちょっとね、これは勝手はそうなんやと思ったところにはなるんですけども、はい、この終端のこのタンベルですね、はい、ここなんですけどもね、これがね、本当にただ白いだけではなくて、はい、なんていうか、きなりって言ったらいいんですかね。そうですね。ちょっとくすんだ、はい、白になってるんですね。ちょっとレトロっぽくなってるんです。そうなんですよ。これホワイトかなと思ってたんですけど、はい、雰囲気が出てますよ。なので、ね、全体として、この、まあ、スニーカーがね、レトロな感じっていうのを、もろに出せるというか。まあ、ユーズド感が出てる感じがあるので、そうなんですよ。それに合わせてるのかなって思いますね。はい。まあ、あとですね、この中については、まあ、ナイキと、はい、スウォッシュマークの方があるぞということで、まあ、インソールでレッドやったんですね。はい、まあ、そこに同じくこのイエローの色が合わせられていて、はい、なんかすごくね、雰囲気ある一足となってますね。はい、まあ、以前から言ってるんですけど、あれですよね、アウトソールは、まあ、いわゆるその、スペースヒッピーの素材が使われている、リサイクルの、はい、まあ、いわゆるラバーですけど。はい、こんな感じですね。はい。いい色ですよね。いい色です。はい。サイドソールカラーなんですけど、はい、一瞬ホワイトに見えるんですけど、ちょっと味の出たきなりのような色なんです、ね。そうなんですよ。はい。これ、ね、真っ白い部分っていうのは実はないんですよね。そうなんです。はい。はい、
で、まあ、あのかかと部分ですね、このね、あの刺繍のナイキっていうのもなんかあのすごく艶やかに見ていいですね。はい、まあインソールのカラーと合わせてるんですね、多分。はい、はいはい、ということで、あのマクロレンズでちょっと詳細見ていきましょうか。はいはい、はい、あの注目のソッシュなんですけども、はい、これはね、素材がまあちょっとゴムっぽい素材で、しかもあの凹凸感がある。そうなんですよね、このあの、はい、ブツブツみたいなのが、これよくわかりますね、はい、ここの部分がそういうなんか凹凸があってですね、まあ、触るとちょっとデコボコした感じありますね、はい、はい、これアウトソールになるんですけども、まあこんな感じの、まあいわゆるヒッピースペースヒッピーの素材ですよね、はい、こまあナイキとなっているんですけど、はい、まあ、あのフローラルデザインということだけあって、まあ、あの随所にこのね花柄のようなモデルが入ってますと、まあ、生地感もねこんな感じでございます、はい、なかなかはっきりとした生地も分かりますね、ここの。そうですね、はい、フローラル、ただこのシューレースのこの色がね、はい、めちゃめちゃいいですよね。かかともね、実はあのソースと同じ素材が使われていると、はい、で、まあ、その上に、ナイキの刺繍入ってますよという形ですね、はいはい、先ほどはあの紹介したタンベロの方ですね、ちょっと気なりの入った、はい、あくすんでますよね、はい、色になっていて、まあ、あの全体の素材となんか雰囲気合ってるなという感じですね、はい、それでは早速ちょっと、はい、あの履いてみて着画の方撮ってみましょうかね、はい、はい、あ、そうそう、それとですね、あの T シャツ以外にもですね、はい、さっきあのナイキで買った靴下が先届いたんで、はい、今回ちょっとこれの白履いてみましょうか、ね、あ、わかりました、これでございます、はい、はい、UT とライアン・マギーレの時はちょっと聞いてみました、あのこの後に、フィアレスが、UT を着てですね、ナイキダンクハイのコミュニティガーデンの方を履いて着画撮ると思うんですけど、まあ、その前にこのライアン・マギーレとこの UT の T シャツの、まあ、撮ってみたんですけど、はい、このライアン・マギーレ自身がこのデザインの T シャツのを着てまして、まあ、僕それの真似したじゃないですけど、はい、いう感じですかね、はい、あのバックプリント入っているんでちょっと見てもらいたいんですけど、今見てもらっているのはこのバックのプリントになるんですけど、はい、まあ、こんな感じということですね。今のライアン・マギーレと UT のコラボで、まあ、ヒアレスが買った分の、ブラックのタイプとピンクのタイプを、2パターン買ったんですけど、まあ、これブラックの方ですよね、はい、はい、こちらの方にねちょっとねあのテキストがね書いてあるっていうデザインになってまして、このまま下に行くとですね、これシュプリームのデニムパンツですかね。あ、そうです、はい、シュプリームのデニムパンツに、先ほどのねこのコミュニティガーデンを合わせてるんですけど、はい、ちょっとバックのプリント見てみましょうか。まあ、こんな風にですね、ライアン・マギーレの、まあ、いわゆるこの作品がですね、プリントされたデザインになってるんですけど、はい、ブラックかっこいいですね。かっこいいですね、はい。はい。ブラックね、もう一つタイプがありまして、ちょっとそちらの方僕ちょっと気になってるんで、もしかしたら今後、またあのオンラインの方で買おうかなと思ってるんですけど、はい。もう一枚の、買ったタイプですよね。はい。なんですけど、まあこれね、全体的にね、大きく入ってるんですけど、まあこれもね、ライアン・マギーレのまあ、写真の作品なんですけど、はい、まあ、薄いピンクにですね、まあ、こういったデザインが施されているんですけど、はい、これでバックプリントあるんですか。はい、バックプリントないじゃないですか。バックプリントまさかのなし。ですね、今履いてもらってるシュプリームのパンツ の、はい、あのポケットの部分に面白いデザインがあって、なんか今履いてもらってるシュプリームのこのパンツに、ね、こんななんか刺繍が入ってて、はい、まあ、ちょっといいなと思ったんですけど、はい、
あ、履いてみた感覚だったんですか。そうですね、思ったよりも肉厚な感じはありましたね、はい、もうちょっとなんか薄いのかなと思ってましたね。まあ全然でもそれでもきついとかそういうのはなくて、はい、ちょうどいい感じですね。まあいつもの前サイズでいけた感じですね。はい、はい、このね、あのコーナー部分の、はい、いわゆるね、なんか朱色といいますか、はい、赤ちゃんのようなカラーの展開になっているんですけど、はい、これ、まあ、生地もそうなんですけど、これを見た時にですね、昔ですね、90年代に古着屋さんで80年代のリーバイスの、501あるじゃないですか、はいはい、レギュラーの、赤身じゃなくていわゆるもう両割のものがあるんですけど、はい、そちらの薄いものをブリーチしたりとか、あとホワイトデニムで、まあ、それは古着屋さん勝手にやってたと思うんですけど、うん、勝手にね、後染めして、はい、このようなね、なんていうんですかね、赤であったりとか、まあ、赤ちゃんのようなカラーのカラージーンズみたいなのを、古着屋さん自身は勝手にね、うん、後染めして発売してたものがあったんですよ。で、それで、ね、はい、一時ちょっと人気があって、はい、アウトドアの服にそういったパンツをね、カラーパンツを合わせるっていうのは結構流行った時期があったんですけど、はい、そのね、パンツをね、まあ、履き続けて洗ったりとかすると、まあ、味が出てくるんですけど、その時のね、感じがね、このね、この部分のカラーを思い出すような雰囲気なんです。ああ、そうなんですね。ちょっとそのことを思い出しました。なるほど。あの先ほどあのマクロでもね、見ていただいたんですけども、ちょっと勝って分かったところというと、はい、このね、あの装飾部分のところがね、こういう何て言ったらいいかな、あの ゴムのような素材になっていて、はい、で、あのダラダラとした凹凸の方がね、はい、あったりする。そうなんですよ、はい、ちょっとなかなか、なんか平面の感じではなかった、はい、まあ、勝って分かったことです、ね、そうですね、はい、まあ、あのまた今後も、まあ、あのオンラインでね、チャレンジして書いた文についてはこちらの方で紹介していこうかなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions that I had.